この巣場。これは。かぼちゃめ、来るなら来い。町の人々は私が守る。ララティーナ、待ってください。かぼちゃの様子が。これはなかなか。どうして後頭部をガツンと叩かれるような強烈な刺激、癖になりそう。喜んでるのみたいですね。心なしか笑顔になってる気も。隠し味にナツメグを使っているな。その上、上質な小麦、おそらく寒い道で採れたものか。料理コメントも的確ね。おかわり。たーんと食べ。食った食った。腹いっぱい。カボカボカボ。あれだけ食べればね。それでどうなの？よくぞ刺激的な供物を差し出した。満足だ。ということは。ああ、名役に従い、この町を襲うのは、やめておこう。うわあ！カズマのやつ、ついにやりやがった！あのカボチャを退けたぞ！カボチャスレイヤーだ！カボチャスレイヤーのカズマさんだ！カボチャスレイヤーはやめてくれ。なんか微妙だ。また来年にな。お？また来年？これでひとまず一件落着ですね。一時はどうなることかと。ところでお兄様、あのかぼちゃに食べさせたお菓子はどんな味だったのですか？確かにちょっと気になりますね。一口だけ。おいメグミン、それは！火を吐いてるわ。だから言わんこっちゃない。人が食べられる限度をはるかに超えた唐辛子全部入りパイなんだよ。刺激的という点ではちょっと他じゃお目にかかれない出来になってるはずだが、人間の食い物じゃないんだ。なるほど、かぼちゃに食べさせるものだから人間の限界を超えた辛さにしたんですね。大丈夫か？口の中で爆発が起きたかと思いました。そんなにすごかったの？逆に興味が出てくるわね。私もちょっとだけ興味が。いけません！カズマ、早くそのお菓子を捨てるんだ。へいへい、分かったよ。間違って誰かが食わないように焼いて処分するか。何時に問おう、我に供物を献上するか、それとも闇より暗き混沌を望むか。もうトリックオアトリートでしょ。変なアドリブを入れるのはやめて普通に楽しみましょうよ。とても楽しそうですね。なんて素敵なお祭りなんでしょう。
私もいたずらする代わりにケーキをいただきました。お一つどうぞ。とっても美味しいですよ。ありがとな、アイリス。なかなかうまいな。シュワシュワにも合いそうなお菓子がいっぱいね。お前は結局それか。素敵なお祭り、来年も楽しみですね。来年もあるのか。あるんじゃないですか。また来ると言っていましたし、かぼちゃもカズマのお菓子を楽しみにしているんでしょうね。俺のお菓子のせいで来年も来るのか。大変ね。来年は食べられないといいわね。俺は普通にハロウィンを楽しみたいのに。生死がかかる祭りはたくさんだ。この巣場